イースト川沿いのスタイフェサントコーブパークから北のウォーターサイドプラザの眺め2番街沿いにあるキップスベイモールキップスベイはニューヨーク市マンハッタン区にある地区であるマンハッタンコミュニティボード6に所属するこの地区は北にマーリーヒル西にマディソンスクエアの窓またはローズヒル南にグラマシーとピーター・クーパービレッジ東にイースト川と隣接している ニューヨークタイムズはこの地区の境界を南端は東23丁目、北端は東34丁目、西端はレキシントンアベニュー、そして東端はイースト川としている。アメリカ建築家協会のアヤガイド2、ニューヨークシティは西端を2番街としている。東29丁目203番地に立つ木造の住宅とレンガ造りの車庫、ブロードウェイアレイは、 ブロードウェイからおおよそ遠く離れており、名前の由来は不明である。この地区の一番外沿いには多くの大学病院が立ち並んでおり、マンハッタンのメディカルコンプレックスの一部を形成している。25丁目から29丁目のイースと川上の埋め立て地にはウォーターサイドプラザというビル群がある。マンションや教育施設などが入っている。 東29丁目203番地は19世紀前後に建てられたマンハッタンに現存する数少ない木造住宅である。また、3番街とレキシントンアベニューの間には26丁目と27丁目を結ぶブロードウェイアレイという短い指道がある。これはマンハッタンで最後の舗装されていない道路であると言われている。この地区はアメリカ独立戦争における キップスワンの上陸船が行われた場所である。キップスワンとは、現在の32丁目から37丁目のあたりに、あった、イースト川の入り江だった。このワンは、マンハッタン島の現在の一番街の西あたりまで、広がっていた。このワンから2本の小川が流れていた。このワンの名前は、ニューネザーランドの植民者、ジャクバス・ヘンドリクセン、キップの名前から取られた。彼の農園は、 現在の30丁目からイースト川沿いに北へ広がっていた。この湾は埋め立てられたが、キップス湾の名前は地名として残った。キップは現在の2番街と東35丁目のあたりにレンガと石造りの大きな家を建てた。この家は1655年から1851年まで建っており、何度か増築されていた。 この家が解体された際は、これがマンハッタンに残された最後のニューアムステルダム時代に建てられた農場の家であった。キップスワンはアメリカ独立戦争時のニューヨークニュージャーチ方面作戦におけるキップスワンの上陸戦が行われた場所である。1776年9月15日、ウィリアム・ハウ将軍率いる約4000名のイギリス軍の部隊がキップスワンによりマンハッタン島へ上陸した。 これはおおよそ現在の東33丁目、あたりであった。ハウの部隊は、キップスワンの防衛に当たっていたウィリアム・ダグラス大佐の、指揮する約500名のアメリカ軍民兵を打ち破った。アメリカ軍は退却し、すぐにニューヨーク市はイギリス軍によって占領された。19世紀になって、1811年委員会計画によりこのエリアにも、市街開発が及ぶようになった。 ありがとうございます。